国際連合総会決議は国際連合総会で採択される決議である。総会の各構成国は1個の投票権を有しており、重要問題を除き、決議は出席しかつ投票する構成国の過半数によって行われる。次の重要問題については出席しかつ投票する構成国の3分の2の多数によって行われる。投票は記録による 投票、挙手、または一国ずつを口頭で直接確認する、点呼方式によって行われる。総会決議には、加盟国政府に対する法的拘束力はない。しかし、重要な国際問題に対する世界の世論の重みや、国際社会の道徳的な権威を持っている。総会決議には、決議番号が与えられ、これに A、ですという記号をつけて、 国連文書として特定される。九百四十六年から九百七十五年までは、この期間を通じて、一続きの番号が付されており、その後に、会期の番号を、ローマ数字でカッコに囲んで表示する。例えば、第三回通常会期に採択された、世界人権宣言は、第一回通常会期からの投資番号二百十七号の A 項で採択された決議であり、A です。217A と特定される。特別会期の決議は、A、です。3201のように、緊急特別総会の決議は、A、です。2252のように表示し、いずれも、通常会期と合わせて、一続きの投資番号が付されている。第31回通常会期以降は、会期ごとに決議番号が付され、会期の番号を、 アラビア数字で表示する扱いとなった。例えば、第四十四回通常会期における、第二十五号決議は A です。四二十五第十三回特別会期における、第二号決議は A です。s 十三2、第八回緊急特別会期における、第二号決議は A です。e s 八2のように表示する。ありがとうございます。